釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はスーパーで買ってきたオキアミを餌に使ってハゼを釣ってみたいと思います。さて、釣れますでしょうか。前回ですね、スーパーで同じく買ってきましたシラスのですねボイルしたもの、そちらをですねちりめんですね、それを使ったんですけども、一応釣れたんですけど、針に刺すのがですねとても大変で、それを保持するその餌の持ちがですね非常に悪かったので、まあ、今回検証するのは乾燥小エビっていうオキアミなんですけども、そちら硬い素材っていうかもうカチカチにお菓子みたいに固まってるので、まあ、針に刺さるんではないかと、刺したら多少は餌持ちがいいんじゃないのかなと思って、まあ、そんな感じでですね青い磯目とかイシゴカイなどのまあ、釣り具屋さんで売ってるようなですね餌屋さんで売ってるような餌を使わずにハゼがポンポン釣れたらなと思って、そんな思いでですねちょっと検証してみました。で後半はですねちくわを、余ったちくわがありましたのでそちらの方を持ってきましたので、そのちくわもですね細かくちぎって針に刺してハゼがポンポン釣れるのかどうか、そちらをですね検証するような動画となっております。最後までご覧ください。何かですね当たりみたいのがあってですねまあ竿を上げたらエビがですねなかったもんですから、まあ、何かに取られたような感じですね。まあ根掛かりかもしれませんけども、なんか当たりっぽいようなそんな感触がありましたので、何らかしらのですね反応があるのかなと思っております。ちょっと慣れるまでですね手元もですねちょっと老眼で見にくいもんですから、もう大雑把にしかさせませんけども、まあなんとかですね針に刺されさえすればですねまあ、餌として機能するのではないかなと思います。で乾燥ですので水中の中に入れると、まあ、だんだんこうふやけてきますよね。なのでまあまあ、次元的ではありますけども、ある程度の時間水中の中にいてもうふやけてもう腰がなくなるまでは針に餌がついたままの状態で釣ることができるんじゃないかなと思ってます。もうこの乾燥エビですけど、もうものすごい数のエビが入っておりますので、まあ、それでまあ200円ぐらいなのですごいコスパがいいかなと思って、1日遊べるんだったらもうコスパがめちゃくちゃいいかなと思ってます。まあ食べれますのでおやつ代わりにもなるのかなとか思ってます。まあふりかけみたいにしてねかけたりかと、あとはお好み焼きとかそういった具に、まあ、よく使われるんじゃないかなと、たこ焼きの具とかですね、そういうのに適してるようなねものだと思います。まあ餌に使ってる人はですね、まああまりないかなと思いますけども、何かですね当たりはあるんですけどね、もう相当ですね浅いところで釣ってますので、まあ、ヤドカリとかカニとかがうじゃうじゃいると思いますので、そういったものがですね反応してるのかもしれないですよね。今日はですねものすごく風が横風がすごくて、こう画面上で波が出てると思うんですけど、これ道地域の波じゃなくて風による波ですね。もうマイクのその音もですね、風の音がボーボーと言ってるのが分かると思いますけども、もう相当ですね釣りにくくて、周りはですね、周りの釣り人さんはね、早々にね帰ってしまったりですね、来てもすぐ帰ってしまったりですね、あまり釣れないのかもわからないですけども、相当釣りにくい日でしたね。当たりがあったような気がする。あ、釣れてる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 。やっと釣れました。釣れましたね。釣れました。がっつり食ってますね。やっぱりさっきからの当たりはハテだったかもしれません。ですけど。いい感じでですね、針に刺さってますので、これはですね、うまくやれれば餌の代替になりますね。さて、ちくわはどうでしょう。家の冷蔵庫にあったちくわをちょっとくすねてきました。豊橋さんですね、地元のちくわ菜です。スーパーでですね、普通に売ってます。仕掛けはご覧のように脈釣り仕掛けでやってます。なのでですね、当たりがあると竿の方にですね、ビンビンっていうような当たりがダイレクトにね触ってきますので、比較的手返しのいい仕掛けとなっております。なんかペレットみたいな感じでですね、針先をちょこんと出してするようにしてます。形はどんな形でもいいんでしょうけどね。結論から言いますと、これ本当にもう全く当たりも何もありませんでした。あったっていうか、ちょっと重たくなったんで何かなと思って引き上げたら、ヤドカリの小さいのがですね、一生懸命くっついてきまね、しがみついてたような状態でですね、そんなような釣果でした。もう全くハゼの当たりはありませんでした。今度リベンジしてみようかなと思ってますけども、ちょっとちくわはダメだったかなっていう感じですね。同じ魚の素材なのにですね、釣れなかったのはちょっと合点がいきませんけども、今回はですね、こんなような検証動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。いて。